はい、おはようございます。今日はね、1月の2日、火曜日になるのかな、火曜日にね、ここはね、道の駅阿蘇というところでございます。今日はね、今熊本におりまして、今日は阿蘇山に行こうと思っているので、この道の駅阿蘇というところに来ました。すごいね、キャンピング。昨日の夜は、ね、暗くてあんま映らなかったかもしれない。そして、この後ろにあるのが阿蘇山でございます。天気はね、ちょっと曇り、晴れるでしょう。はい、いい天気になることになります。古い建物、ユネスコジオパはい、ここはね、阿蘇の駅でございます。阿蘇駅、なんかね、すごい洒落た建物でございますよ。赤いポストが溜まってね。で、ドーンと阿蘇山が正面に見えます。そうね、駅がこんな感じ。河原の建物すごく趣がある。あ、日が出てくるな。これは何だろう。ワンピースな。ワンピースな。高いのかな。温泉の煙が吹けてた。ここ噴水公園って言って、噴水なんだけど、ここから蒸気がぶわっと出てくる。ここが公園になってます。で、この奥にね、お風呂があります。夢の湯っていうお風呂があります。はい、ここはね、お風呂。夢の湯さんですね。家族風呂とかもあって、この奥の方がね、それがお風呂でございます。横にね、足湯もあって、こっちがね、家族風呂になってる。湯がほわほわ出てるね。こっちにも建物、ラーメン屋さんも、食べ物屋さんも。こっちに足湯がある。ここが足湯なんだろうけど、今はお湯が抜かれてる。この温泉流れてる。すごくいい匂い。温泉のいい匂いします。はい、お日様出てきました。はい、じゃあこれから目の前にある阿蘇山の方に向かっていきたいと思います。中岳のね、河口口が最終目的地でございます。はい、行ってみます。すごい景色だね。阿蘇山中腹、ここにも牛がいるね。みんな痩せてる。すごい天気良くなって。よかった。これ牛さんはみんな離されてるんだね。放牧だね。すごい綺麗。雄大だ。映像で
に来てるから形がわからない。はい、草千里の、展望台に来ました。すっごいよ、雄大。ね、もうここにいること自体が阿蘇山だろうけど。で、あそこが河口口かな。すごいわ。ふーたが氷食べてる。食べないよ、ふーた。喉乾いたんじゃない？持ってきたから。水あげるか。がね、あの、うわ、一応河口口みたいになってる。これは草線。あ、すごいな。これからね、あの河口口の方に行ってみたいと思います。ここの草線でとりあえず駐車場500円取られます。ちなみに、この山がね、烏帽子岳。でこの手前が草千里ヶ浜、ね、でこっちが金峰山、雲仙普賢岳がこっちなんだ。あの奥の方がねちょっと見えづらいね。熊本平野、手前が金峰山で奥がこれがそう、雲仙普賢岳噴火したところだね。これがそう、はい。でこっち側、あ、ふーた転ぶからちょっと待って、ふーた。でこれが阿蘇のカルデラ、あ、あれだ。でこれがね、ここって真ん中へこんでる。ペット禁止だ。ふーちゃん残念、ペット入れません。ここで、ここで終了です。はい、今ね、あの有料800円の料金を払って、河口口の駐車場に向かっております。目の前がね、河口口に来ました。ちょっと無料駐車場からだったらかなりあるね。あ、かなりあるね。無料駐車場からだったらかなりあるね。ちょっと有料で来た方がいいね。あそこがね、河口口なんだけど、まあ、せっかく来たので、100円払ってちょっと行ってきたいと思います。山肌がすごいね。やっぱあれだね、溶岩の山肌なんだね、うん、これね。ワインディングロードみたいな。動画を止められない。太陽がでかい。はい、河口口に来ました。あ、そう。うわ、ガスって全然何も見えんわ。対象がいっぱいある。こっちが駐車場。受けるとあの中毒になるみたいだけど。あ、ちょっと見えてきた。
ごいね、黙々と、ね、すごい。でこの煙が来ないと匂いしないんだよね。全くしないね。さっきちょっと あそこから出てる。さっきちょっと匂いしてたけどね。うわーっと、この煙が晴れて一回中を見てみたい ね。で昨日はこのガスがすごくて入れなかったみたいな、ね、言ってたね。昨日はここ入れなかった道の駅のね、うん、人が言ってた。はい、この対象、対象の中をちょっと見てみましょう。ヘルメットが入ってる。ヘルメットが入ってる。あ、本当だ。これが対象の中でございます。いざ噴火した時はここに逃げてくる。車が心配だけど。そんなこと言ってる場合じゃないか。すごいね、ヘルメットが入ってる。あれかぶってやる。あれしてあれだよ。こういうのがね、いっぱいある。対象。一緒で防げるのか、こんな間近で。でもさ、あるってことは防げてるんじゃないの、うん、前回だって噴火した時5に作ったものじゃないでしょ。そうそうそう、常にあるんだよね。ってことはさ、やっぱ防げるんだ。今からね、あっちの展望台の方に行ってみてるんだね。いい天気だ。はい、展望台に来ました。フータなの？フータなの。おー、すごいすごい。牛さん、モーモーさんだよ、フータ。はい、再び道の駅に戻ってきて、これからちょっとお買い物行きます。すごい、自然薯が。はい、今阿蘇山の方を出まして、またね、朝、昨日泊まった道の駅でお買い物して、これからね、あの宮崎の方に向かおうと思っております。はい、ここから、2時間ぐらい、2時間10分ぐらいね、なんかね、ぐらいのところでございます。はい、前方では、事故をしております。いらんわ、そんな。いらぬ情報でした。はい、ということでね、ご安全に向かいたいと思います。今ね、あの小林で途中で降りて、宮崎県のね、ちょっとお風呂、温泉をに入りに来ました。はい、もう少しで、ね、到着。どこだろう、どこだろう、どこだろう。 600m 先です。あれかな、
紅茶でございます。どっちだろう、楽しくて、はい、美人の湯っていうところに来ました。あ、やっと見えた。僕のお風呂に入っていきたいと思います。今お風呂から美人の湯から出てきて、はい、これからね、今日車中泊する、公園に向かって、出発しました。ここからね30分ぐらいのところなんで、素敵の地の公園に着きました。憧れの公園に到着でございます。あれ、これだったっけ、あ、もっと上か。あ、ない。パークゴルフ、すごいね、パークゴルフなんだね。さっきのチラシ、そうそうそう、公園に子供がいたけど、車も止まってないの、どういう風に止まるかな。木とかないよね。うん、ない。あ、でも、うん、枠の中にちゃんと。はい、ここがね、私の憧れてた公園でございます。今夕日がすごく綺麗なんで、なんかあの山噴火してんだよな、あれどこだもん。ちなみにこっちがね霧島で、向こうの山が、向こう日が沈んでる夕焼けの公園が、あそこね、ちょっと今あったりする山がね噴火してんの。都城の街並みでございます。はい、綺麗だね。明日の朝楽しみです。ここ散歩するの。じゃあこれから晩ご飯食べます。はい、今ねあの公園に着いて、これから晩ご飯食べます。今日はお鍋です。お鍋です。牡蠣と鶏肉の、鶏肉とソーセージを入れた鍋を、あとね刺身を、刺身でね、ちょっとスーパーで仕入れてきた刺身を食べます。ということでまずあとね、あとで食べるんだけど、こうやっぱね九州といえば地鶏、地鶏のたたきを楽しみだね。はい、後でいただきます。はい、チームということで、はい、お疲れやさか。お疲れ様です。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。大丈夫だ。生で食べたいけど、旅の途中で何かあったら困る。もうちょっとでかいかと思ったけど、意外とそうでもなかった、ね、あっという間に回れたね。もうこれ日本じゃないみたいな、うん、道路の街並みあんまりこう木が生えてないっていう、うん、確かに雄大は雄大だったけど、火口の中身なかったね。煙がね、すごい。これ噴煙っていうのはいいの、うん、雲仙普賢岳も見えたし、うん、そういえばさ、さっき見えたあの向こうの山に見えた山が噴火してる、うん、映像撮ったけど、この山は何なんだろう。噴火してたらニュースになるよね。
でも今地震の方があれでニュースにならないの、ね、どうなんだ、桜島なのかな。桜島でも桜島見えねえか。夕日が沈む真横の山だったよね。うん、何だったんだろう。見ようかな、聞いてみよう。この山ばかり。うんね。